はい、ヒーローインタビューです。今日は中里選手に来てもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ナイスゲームで、今日ディフェンスライン大活躍で初の完封になりました今シーズン、ね。はい、今日のプレーはいかがだったですか。そうですね、ディフェンスラインが圧倒して、抑え続けられたっていうことが良かったかなと思います。はい、今日も本当にディフェンスラインが暴れて、まあ、相手にやりたいことさせなかった印象ありますけども、ユニットどうですか。かなりいろんなメンバーも出て大活躍してますが、調子はいかがですか。そうですね、ユニットとしてやっぱ一人だけが活躍するんじゃなくて、誰が出ても活躍できるっていう場があったのが、それがすごく良かったなと思ってます。はい、いつもね、いいタックル、早い潰ししてくれてます。次がパナソニック戦ということで、意気込みも、ね、あると思います。ぜひファンの皆さんに一言お願いします。はい、次のパナソニックは、ライン戦が、鍵だと思っています。僕らディフェンスラインが圧倒して次絶対勝ちますので、次回も応援よろしくお願いいたします。はい、では次も期待してます。中里選手に来てもらいました。お疲れ様でした。